香ばしいタレの香りが広がる広島県宮島名物アナゴのかば焼きと大粒の牡蠣を乗せた弁当に、脂が乗ったマグロやイカ、大きなエビが豪快に盛り付けられた北海道の海鮮弁当。こちらは和栗をふんだんに使った絞りたてモンブラン。お皿からこぼれんばかりのボリュームです。今日から始まった全国うまいもの大会、新型コロナ5類への移行に伴い4年ぶりに制限をなくした通常開催です。開店と同時にできた長い列、皆さんのお目当ては大阪の王道グルメ551蓬莱の豚まんです。毎回開店から閉店まで売れ続ける人気ぶりで、今日は開店から15分で230人が豚まんの整理券を求めて来店しました。カツオのわら焼きたたきですね。わらの香りが香ばしいの、どうぞ。ありがとうございます。いただきます。柔らかい、口いっぱいにこう香ばしい香りが広がりますね。わらの香りがたまらんです。会場では試食が全面解禁になっていまして、コロナ禍前のにぎわいを見せています。これまで試食を出す場合は一つずつ封をする、お客さん自身で手に取ってもらうなど規制がありましたが、今回からはコロナ禍前と同じく自由に試食販売ができます。物産展にやるっていうのは丸々2年ぶりぐらいだと思います。いつ開催されてもいいようにずっと準備はしてましたので、すごくお客さんも寄ってきてこれはるし、試食もできるようになったんで、はい、嬉しいです。試食がなかったら僕らはちょっと辛いで売れないんで。会場でのマスク着用も来店客、店舗スタッフともに任意、個人の判断となりました。徐々に日常に戻っていってくれたらいいなと思い、はい、マスクは外してやっております。工場あった方が向こうも安心してくれます。コロナ禍の物産展では感染対策で通路の幅を広く取るため出店数を45店舗程度に減らしていましたが、今回コロナ禍前と同じ規模の56店舗が並びます。試食できるとなんかよりなんか美味しさが分かって、またなんか買っちゃおうかなって思うので。制限があるのとないのじゃやっぱ人の出が違うなと思って、はい、でもなくなったわけじゃないんでちょっと気にはなりますよね。5類以降も初めての大型催事とあって、えりすぐりのグルメを集めています。注目は大丸初登場の商品、東京六本木のレストランが提供するステーキ弁当は、希少な黒毛和牛を特許技術で熟成していて、もっちりとした食感が特徴です。東京のテレビ業界御用達というじっくり煮込まれたロケ弁ビーフカレーや、エスプレッソが効いたプリンとティラミスを組み合わせたこちらの新感覚スイーツなども大丸初登場。他にもジャスミンティーやアッサムティーなどお茶専門店の香りを楽しむジェラートに、最高級の青森産サンフジを使用したリンゴ飴など、目でも楽しめるスイーツも揃います。いろんな規制が取れて、我々のもう見せ方パフォーマンスもですね、最大限やっぱり発揮できるということでですね、非常に期待をしております。コロナ禍前のにぎわいを取り戻したデパートの催事、全国うまいもの大会は今月15日まで開催されています。